キンプリファンの分裂、飛べ加入による葛藤と和解の道。日本の人気グループ、キングピンス、通称キンプリ、は、過去数年にわたり数々のヒット曲とともに、その圧倒的なファンベースで日本音楽シーンを席巻してきました。しかし、最近の出来事により、ファンコミュニティは分裂し、論争が巻き起こっています。 この論争の中心には、グループから脱退したメンバーが新たな事務所、飛ベで新しいグループを結成したことがあります。今回の記事では、この論争の背後にある事情を探り、ファンコミュニティが抱える葛藤と和解の可能性に焦点を当てます。キングピンスはジャニーズ事務所から生まれた男性アイドルグループで、 そのキャッチーな音楽、華麗なパフォーマンス、そして魅力的なメンバーたちが、幅広い年齢層のファンから愛されてきました。しかし、2023年には、岸優太、平野志ラ神宮寺優太の3人のメンバーがグループから脱退し、新たな道を歩むことが決定しました。飛べの立ち上げとナンバーアイ。脱退した3人のメンバーは、 トベという新しい事務所を立ち上げ、新しいグループ、ナンバーアイを結成しました。この決定は15日にトベの公式 YouTube チャンネルを通じて発表され、ファンコミュニティに衝撃を与えました。新しいグループのメンバーとして、彼らは音楽活動を続けることを選び、その姿勢には多くの支持と賞賛が寄せられました。 しかし、この発表は一夜明けた時、金プリのファンコミュニティを二分する論争を引き起こしました。脱退メンバーの新グループに賛成するファンと、現在の金プリメンバーを応援し続ける、連会談と呼ばれるファンとの間で、意見の相違が生じました。連会談とナンバーアイ、ファンの葛藤。 連会談は長瀬角と橋山の二人のメンバーを支持し金プリの未来に期待を寄せるファンのことを指します。彼らは新グループナンバーアイの結成に否定的であり、一部からは裏切りという言葉が使われるほどの感情が紛失しています。このグループを応援する連会談 のファンは、新グループが現在のグループに影響を及ぼすことを心配しており、そのために葛藤を抱えているのです。一方で、ナンバーアイのファンは、脱退メンバーを応援し、彼らが新たな挑戦をすることを称賛しています。彼らは、メンバーが新しいグループで成功することを願い、彼らの音楽への愛情を示しています。 彼らは、脱退メンバーが新たな道を歩む権利を尊重し、彼らの決定を支持する立場です。論争の本質。この論争の本質は、ファンの忠誠心と、アーティストが新たな道を選ぶ権利との間の葛藤に否決しています。 ファンは自分たちが愛するグループやメンバーに忠実でありたいと願う一方で、アーティストは個々の成長と新しい挑戦を追求する権利を持っています。この対立が現れると、ファンコミュニティは分裂し、感情が高ぶることがあります。ファンの感情と反応。 脱退メンバーの新グループナンバーアイの発表後、SNS 上には様々な感情と反応が広がりました。一部のファンは失望と怒りを表明し、脱退メンバーを非難しました。彼らは金プリを裏切ったと感じ、その決定に対して理解を示そうとしませんでした。一方で他のファンは新グループを応援し、脱退メンバーに成功を祈りました。 彼らはメンバーが新しい道を切り開く決断に賛成し、アーティストとしての自己成長を賞賛しました。和解の可能性。この論争は感情が高ぶる一方で和解の可能性も示唆されています。ファンコミュニティ全体が互いの立場を理解し、尊重し合うことで論争は収束し、再び一体感のあるコミュニティに戻ることができるでしょう。 キングピンスのファンコミュニティは、脱退メンバーの新グループナンバーアイの発表により、分裂し、論争が巻き起こっています。感情が高ぶる中で、ファンはそれぞれの立場を主張し、論争が広がっています。しかしながら、和解の可能性も十分にあります。ファンコミュニティが互いの立場を尊重し、理解し合うことで、論争は収束し、 再び一体感のあるコミュニティに戻ることができるでしょう。キンプリのファンたちにとって、これからの日々がより良い方向へ向かうことを願っています。